お前たち、無礼だぞ。私の前では、礼節をわきまえてもらおう。我が名はジーク。呼ぶときは、気軽に、プリンスで構わん。降臨。汚れた手で触れるな。なぜ、この私が動く必要がある？動くのは私ではなく、世界の方だ。すべてはこの私のためにあるのだから。主なき者たちよ、この私がお前たちの主となる以上心配はいらない。いいか、我が兄弟の母は我が母でもあるのだ。家臣一同、一丸となって母を探すのだ。行け！聞こえなかったか？そこの赤い音もその一、早く行け。お前たち、主に反抗するというのか？図が高い！図が高い！期待している。しっかり働けよ。今まで、殴ってまで私を戒めてくれるものなどなかった。心から、嬉しいと思うよ、姫。皆の者、ご苦労であった。感謝する。世界はいつでも私のために回っているんだよ。さあ、姫、久しぶりの再会を楽しもう。待っていたぞ、この時を。この汚れた手を離せ。降臨、満を持して。姫、久しぶり。小さくなった姿もまた、麗しい。姫は、この私が守る。家臣一同、心置きなく働くがよい。愉快であった。遅いぞ、皆の者。主を待たせるとは何事？姫、ごきげんよう。助っ人として呼ばれたのだ。ありがたく思え。今から姫のために。姫！なんという奇遇。まさかここでお会いできるとは。さあ、祝福のキスを。待たせたな、家臣ども。
ありがたく受け取れ。降臨、満を持して。我が刃の前にひれ伏せ。させるなよ。めんどくさいだろ。どの道結果は一緒なんだ。時を支配する列車は俺のものになる。来るぜ。唯一時を支配できる列車が。じゃあそこでお前の時間が消えるのを見物してろ。決まってるだろう。この日この時間全部消すんだよ。全て消える。ここは時の中と同じになるんだ。たった一日だが、すっぽりと抜け落ちる。当然この日に生まれたお前も、消える。俺はな、時間に飽き飽きしてるんだよ。まあこれっぽっち消したところで、お前を消す以外大した意味はないけどな。俺はおとなしく待ってろって言ったはずだ。そうか、綺麗に消えるより苦しんで死ぬ方が好みなら、面倒見てやるよ。
は戦えればどうでも、次はあいつら必ず殺す。どうした、戦わないのか。呼んでも無駄、二度と邪魔しないようにちょっと痛めつけといたから。当分目は覚めないよ。なんでだよ、なんで。スカイフォーム。変身。スカイフォーム。分かった、誰の体使ってるか。お前ら終わり。じゃあね、ちょうどいい、一発で済む。なんでもいい、死ねば一緒だし。面白いなお前。お前10秒だってさ。俺は何秒だ。簡単にできるような口ぶりだね。これで本物の強さって笑えるな。なんで。お前。弱いのに頑張るね。聞こえないよ、うるさいっつーの。いいから、死ねえ。何、まさか。